どうも、お疲れ様です。じゃあ37週目の展望をお話していこうと思います。日付にして9月11日から9月15日の1週間ということになりますね。で、今回はね、えー、介入対策をちょっと紹介していこうと思います。えー、あんまりいい方法ではありません。というのが、方法自体はすごくいい方法なんですけども、テクニカルをマスターしてない方にこの方法を教えちゃうとどうかなっていうところあるんですよね。はい、ですんでね、あの、雑談と思って聞いてください。 えー、それからね、今週なんですけども、えー、材料をね、確認したところ、月火水はテクニカルでいけます。木曜日は赤く書いてるでしょちょっと難易度が上がります、木曜日は。木曜日はちょっと乱れがちです。で、金曜日は、今週に限っては、木曜よりは稼ぎやすい金曜日になります。ですんで、木曜日だけね、荒れるんで、相場をちょっと警戒する、もしくは離れる、デモトレードにするってことをしていただいて、月火水と金曜日で稼いでいきましょう。 ことさら、月か暑いっていうのは非常にやりやすくなりますんでね。えー、上昇トレンドに乗っていく。もしくは転換が起きたんだったらセルで取っていくってことで、非常に明確に、えー、見れるんではなかろうかと思います。はい。そして、月き足を、ね、見ていきましょう。今ご覧いただいているのが月足なんですけども、えっ、ー、とね、警戒、介入水域っていうのがこのヒゲ先のところで今強く出てます。もうだから目と鼻の先に来てるわけですよね。で、実際に介入の影響を受けたところが、 この強い陰線ですからもうすっぽりと入ってるわけですよだからいつね介入が入ってもおかしくないんですけどもただここの伸びの速度とは違ってだいぶ緩やかなんで介入が起きてませんよねってことですねでもうちょっと細かく見るとこれね冷やしだと分かりやすいんですけども 一旦高値をつけて下がった。そしてそれを回復してちょっとだけ上がりましたよって形なんで、介入が今まで口先で2回入ってますよね。2回入ってるんだけども、上昇圧力は衰えずってところがこの図に現れているわけです。だから基本的には上昇トレンドが継続なんですよ。ただし、上昇の速度が早まると、もしくはこの黄色のね、細いところの水準に入ると、 直撃の介入が入りますよってことになります。ですんで、介入対策の紹介を今回動画の一番最後にしようと思います。はい。じゃあ次なんですけども、冷やしですよね。冷やしをどのように見るかっていうと、ここですね。天井がまっすぐになったレンジみたいなところがありますよね。たまにヒゲでちょっとね、飛び出したりしますけども、基本的にはこの天井は変わってないわけですよ。で、この天井を抜けて、 新しい天井を今作っていますこの動き方なんで口先介入も、まあ、思ったより少ないってい感じですよねしかも連続してないでしょ前回の口先介入は2週間前ですからねこのペースなら実際の介入なしに警戒をしていくだけでなんとか詰まっていくんじゃないかなとで基本的にはここも上昇トレンドなのはお分かりだと思いますうん ま、ですんでね、148円とかになってくると、あの、この37週でね、また口先介入であり、実際の介入が入ると思いますけども、多分実際の介入はね、150円を超えてからになると思いますんで、まあ、わかりませんけどもね、うん、150円になったら、これはいよいよと思えばいいと思いますし、それまではないんではないかなと思いながら行けばいいと思います。まあ、それも込みで、介入対策、今回の動画の最後に紹介します。 で、4時間を見ていくと、4時間は3点天井になってますよね。こういうふうにね。まあ、ですんで、この3点天井は、大きく下落を呼び込む、この予兆にもなると思います。これテクニカル的にですよ。テクニカル的に下に大きく向かっていくトリプルトップからの下落っていうのは大いにありますんでね。だから、転換が起きるんじゃないかなっていうふうに37週目を警戒します。上昇トレンドがあるからこそ、これが起きるんですよ。 ね、それで3回破れてるわけですからこの37周目こそもうねこっからドーンと下に行くんではなかろうかっていうところですねはいそれで1時間の方に行きましょうで1時間は3点天井が横に引き伸ばされた形なんでここね3点天井の1点目は細かく言うと2点で1点になってるんですよで2つ目の天井で突き破れなくて3つ目でどう弾かれるかなってことなんですけどもうこれは月曜日に分かりますここは。 月曜日にこれが突き抜けて上に行く上昇トレンドを継続して介入による下落を待つのかそれともここで投資家さんが資金を引き上げて三点天井からの下落を始めるのか下落もねここを超えればでかいんですけどもこの辺りを超えれば大きいんですよこことかもね超えれば大きいんですけども超えない限りは今度レンジが継続されるぐらいのねものになると思いますまあそういうふうに週の前半月火水を見ていくことになると思います えそれではね、えー、材料の紹介に行きたいんですけどもその前に介入対策いきましょうか今回の介入対策は145円で引いてみようと思いますどういうことかっていうと145円あたりにジャストでもいいんですけどもねセルの予約を持っとくんですよでそうなるとね介入が入ると前回の実績ですけどもこのぐらいの金額が動くわけですよ わ、ね、かりますとなると大きな下落が起きて介入の要件が達成されると145円割ってこのぐらいの動きがあるわけですよそうすると介入が起きたら起きたで145円以下に動いていく分に関しましては含め益が取れるでしょってことですあとは決済のタイミングを逃さないことですよねまあドーンと下がった後このぐらい戻りますんで 前回はねさらにもう一回下がりましたけれどもねだから今回私は145円に設定しようと思いますセルの方テクニカル的に自然に145円を割るってことはないと思いますんでだからこの金額をね145円の870にするのか145円の500にするのか145円の000にするのかこの辺りはさじ加減です さらに145円じゃなくて144円で新調査を取ってもいいですし、146円にセルのポジションを置いといてもいいと思いますが、このようにして、不意な介入が入った時には、その介入によって押し下げられたドル円で利益をね、自動的に取っていくっていう方法もあります。まあ、あんまりこの時点でお勧めしていいのかどうかわかりませんけども、目先の利益に迷った人は、このセルのポジションを置いとけばいいんじゃないですか はい。それではね、今回は以上です。じゃあ、指標の方を見てください。